彼はメイプルワールドで最も優れている魔法使いだった。若いにもかかわらず魔法の才能が群を抜いていた。だから誰も彼の師匠になることができなかったのだろう。彼は知識に対する果てしない憧れを持ち、杖一つに身を任せ世界をさまよった。ある日、彼は悟りを開いたかのように言った。究極の光は究極の暗闇の中でのみ見つけることができる。彼はその言葉だけを残し、日の当たらない平穏な森へ入っていった。私がここで研究するのは、それは単純な力ではありません。認識の地平線の向こう側に存在する無限の知識、私たちをより完全な存在に導き、私たちが生きているこの世界に神の都市を再現することができる根源の知識、それこそが私が追求するものです。彼の理想は完璧だった。光で世界を救いたい。そして彼は、私は成功し同時に失敗しました。最終的にその結末に至った。タブーを破ってまで光の研究に邁進し、その先へ到達することに成功しました。しかし究極の光はなかったのです。私がそこにたどり着けなかったのではなく、最初から存在していなかったのです。しかし究極の闇は存在します。これが私が下した結論です。彼は自分に残された一筋の光さえ捨てることで、自ら光の超越者となった。すぐに世界には混沌の時代が訪れた。彼は自分の理想を実現するために軍団を作る。メイプルワールドは彼との戦争で暗闇の中に沈んでいった。いかなる希望も見つけることができなかった。本当にこの世界が終わると思っている。しかし誰かの勇気によって燃え上がった狼煙で多くの勇者が集まってきた。果てしなく長い戦い、多くの人々の犠牲、その終わりに現れた六英雄と彼らに封印された暗黒の魔法使い。これは数百年前の話だが、過去の話ではない。まだ終わっていない今の話だ。束の間の平和を破り、封印から解放された暗黒の魔法使いが、過去よりも残酷で本格的な歩みを続けている。今の話は私より君の方がよく分かっている。君はメイプルワールドを救った奇跡の主人公。運命の軸がずれた。封印石を抱いた新たな対敵者が誕生した。暗黒の魔法使いさえ予想することができなかった新たに立ち向かう者。時間の超越者は不安に駆られ、生命の超越者は世界に散らばり、グランディスの超越者アイオナの力さえ吸収した今こそ、彼が待っていた時だ。しかし彼は見逃したものがある。私たちもその時間を無駄にはしないということ。彼と向かい合う準備を始めるのだ。